こんにちは、メルネス処方のアリサです。今日やる第3つ目の、ね、お尻をストレッチするポーズはちょっとツイストが入ります。で、意識するのは両方のお尻が絶対にマットにつくことと、どんだけくるっとね背中を回せるかじゃなくて、結構骨盤周り、お尻に意識をして、お尻のこの外側とね、ももの外側がちょっとグッとストレッチしていくようなのを感じながらやってみてください。足を体の前に持ってきて、右膝を曲げて、右の膝を左のももの上に持ってきます。高く座って、もしお尻の下に何か引くものがある人はお尻の下にね引いてやった方がちょっとやりやすいかもしれない。吸う息で高く座ったら、このまま前にちょっとだけ倒れます。はぁ、左の足は常にね、いつも言ってるように左のもう足の指先まで意識を通らせて、ちょっとだけ床の上にね立っているような足首で、左の膝はね少し曲げて大丈夫です。ゆっくりと体を戻したら、今度は右の足を床につけて、これで十分。もしできる人は下の足をクッと曲げます。この時に両方のお尻がマットの上についてなかったら、左の足必ず必ず必ず伸ばしてください。これでもう十分。私もお尻すごい硬い時、日によってね違うので、そういう時はもうこれでやります。じゃあ吸う息で左の手上げて、吐く息で右の膝をグッと抱えて、右手は骨盤の後ろ、吸う息で一回ね背骨をグーッと伸ばして、高く座ったらおへそからツイストしていきます。顔は一番最後、もう一回吸う息で背骨高く上げて、グーッとツイストします。顔だけ正面に戻して、顎を左の肩につけて、ちょっとだけ顎を引きます。そうすると右側のね首のとこがグーッと伸びます。3、2、1。で、首をリリースして、首をまた最初の、ね、位置に戻してから、ゆっくりと体を前、右の手で足を掴んだらカウンターツイスト、反対に軽くツイストします。はあ、足をリリース。じゃあ今のの反対です。左の足を曲げて、左の足を右の太ももの、ごめん、左の膝ね、膝を太ももの上にクッと持っていきます。吸う息で高く座って、骨盤をグーッとマットにつけたまま、吸う息でもう一度クッとお腹からね高く座って、そしたらゆっくりと体を前に倒していきます。もうここで十分。ここで私ももの後ろとお尻すごい硬いんですけど、そこにもう十分なストレッチを感じるので、もうここで十分。グーッとね押す必要はないし、こんだけフレキシブルなんだよって見せる必要も全くない。自分の時間なので、自分の体の声を聞いて、でも自分が気持ちよかったらグーッと前にね行ってもらって、全然それも最高です。3、2、1。じゃあゆっくりと体を戻して、今度は左の足をマットにつけて、できる人は右の膝をクッと曲げて、
でも両方のお尻が必ず必ずマットにつくようにします。もしつかなければ右の足を前に伸ばしてください。じゃあ今回はこの曲げたバージョンでやりますね。じゃあ吸う息で右手上、吐く息で膝の外側に持ってきてもいいし、膝の外側に持ってくるとここがクッとね猫背になってしまうので、私は膝をクッと抱えてね、ここにスペースを作ってるのが好きなんですけど、それはもうどっちでも大丈夫です。多分私はここが硬いからね、こうやってやるとなんか変な感じがするんで。じゃあ吸う息でおへそからクッと高く座って、左手はお尻後ろ、吐く息でおへそから左にツイストしていきます。右でクッと膝を抱えて、もう一回おへそから高く座ったら吐く息で左にツイスト。じゃあ首だけをぐーっと右に戻して、顎を右の肩に首を回して、顎をクッと引きます。左のね、首の後ろとね、手のとこまでずーっとストレッチを感じて、3、2、1。じゃあ顔をまた左に戻して、最初のツイストになってからゆっくりと正面に戻って、左の手で膝を抱えたら右手は後ろ、吸う息でちょっと高く座って、おへそから軽くカウンターツイストです。ゆっくりと戻して、足を前に行って、パタパタ。以上、3個連続でお尻をほぐすヨガポーズを紹介しました。エクササイズした人とか走った後とかね、この辺すごくほぐしてあげることは大事だし、1日の終わりにもね、骨盤をほぐしてあげるととか、お尻をほぐしてあげるとよく寝れると思うので、ぜひやってみてください。じゃあね、バイバイ。